グラスハーモニーをお使いで回し車の音に悩まされている皆様、お待たせしました。騒音対策をやってから朝までぐっすり眠れる日が続いているミルキーです。タルトさんの回し車はどうすることもできず、消耗品の木の回し車を利用することになりましたが、今回は消耗品使いますね、すいません。でもほぼ100均で揃うものばかりで、一度買えば何度も使えるので試してみませんか。それでは今日もレッツハムカツ。準備するものはこちら、別売りのサイレントホイール。これだけ少し値段がしますが購入お願いします。ちなみに我が家は洗ってはいけない部分を洗っていて、回らなくなり買い替えていたので、もともとスタンドがありました。それから100均の防振シール、フェルト、両面テープです。使ったことはないのですが、すでに両面テープが貼られているフェルトでも大丈夫だと思います。フェルトも手芸店で売られているものよりも100均のものの方が両面テープがくっつきやすかったので、100均のものを使うのをおすすめします。それでは工作していきます。まずは回し車のスタンドとケージが当たる部分に両面テープを貼っていきます。かじられにくいように5ミリ程度だけ外側に貼り付けて、なるべく内側に貼るようにしていきましょう。ここに適当にカットしたフェルトを貼り付けます。これも先ほどと同様、両面テープがギリギリ隠れる程度でフェルトを貼り付けます。これでスタンドの準備は OK です。次は回し車を置きたい場所に防振シールを貼り付けます。この時スタンドについている吸盤は底ではなく側面に付け替えておきましょう。取り付ける時は先に下の防振シートにくっつけてから側面の吸盤に貼り付けます。底にも側面にもスタンドがしっかりくっついていれば、スタンドの裏にハムちゃんが入れないので、吸盤や防振シールをかじられる心配がありません。ちなみにタルトさんは一晩で3個中2個の吸盤をダメにしちゃってます。皆さんはそうならないように気をつけてください。あとはいつも通り床材や巣をセットするだけです。我が家は今ウッドチップと青いペーパータイプの床材を半々にして砂浜風にするのが流行っています。一番の理由は見た目重視ではありませんよ。爪を削るためです。紙の床材だと爪が削られにくく、ウッドチップ組とペーパータイプ組では爪の長さが全然違うんです。なので半々にしてアレルゲンを多少抑えつつ、爪が削られやすいウッドチップも敷くことにしました。本題に戻りますね。回し車の掃除をするときはここを回して取り外すことが可能です。ケージ全体の掃除をするときは一度全部取り外して掃除をします。耐震シールも汚れていなければ繰り返し使えます。両面テープが剥がしにくいのですが、安眠妨害をされて眠れないことを考えると、私は頑張って両面テープを剥がします。ちなみに我が家はロボロフスキーが使っているので、1週間フェルトが噛まれた形跡はほとんどなく無事なのですが、噛み癖がすごいハムちゃんだとボロボロにされたりダメになってしまうかもしれません。タルトさんみたいにすぐにボロボロになるかもしれません。セットした時はハムちゃんの様子をご確認ください。それでは対策前と対策後の音をお聞きください。今までは部屋のドアを閉めていてもチョコミントの回し車の音が廊下まで響いていましたが、今は部屋に入るまでチョコミントが走っているかどうかわかりません。これでいつでも安眠です。以前の騒音対策前と今回2つの騒音対策でどう変わったのか、回し車の合唱をお聞きください。騒音対策バッチリだと思いませんか？質問がある方や試してみた方はどうだったかという結果を気軽にコメントしてください。この動画を見てやってみようと思った方や、騒音軽減になっていると思った方は、
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。